はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は少し気になることがありまして、ティナ専用のマスタークラウン、いわゆるティナクラは余ったらどうなるのか、そしてマスタークラウン強化をする際はティナクラから消費されるのか、この2つについて見ていこうと思いました。まあなんでかっていうと、生配信の中で、まあすでにティナがマスタークラウン貫突してるよという方は、マスタークラウンと交換できますというふうに言ってました。で、ここを見てみると、まあ僕は今4つ持ってるんですが、4つと1個を交換するというようなイメージっぽい。まあ見た感じね、本当にこれが4つなのかというところも怪しいんですが、すでに例えば中途半端に強化してる人、僕みたいに、まあ、ティナにマスタークラウンを2つ入れてるよという方は残り2つでマックスになると。でこうなった場合、ティナのマスタークラウンがマイナス2減るので2個になると、もう通常のマスタークラウンとの交換はできなくなってしまうのか。そうしたらまた次のティナのイベントが来るまではもう在庫として持つしかないのかっていうのがすごい気になったので試していこうと思います。では早速ちょっと強化しに行きましょう。覚醒を押すと、あ、どっちを使いますかというふうに、あ、違うな、ティナの、あ、マスタークラウンに行使をしてアビリティ覚醒を固有を所持している場合は固有を優先的に使用しました。なるほど。なのでティナのマスタークラウンを持っている場合はこちらから優先的に使われると。さあ、じゃあマスタークラウン強化を行いました。で今在庫が残り2つになったので、今度はもう一回交換所の方にいて2個と交換できるのか見ていこうと思います。2個との交換はできないと。やっぱり消費は4つだね。ということはこの余ったティナクラなんだけど、もう在庫として持つしかないということになりました。なんともな、ちょっと微妙だね。これの有効活用ができたらよかったんだけど、まあ、今回の検証結果としては、まあ、一応強化する際は専用のマスタークラウンから優先される、そして余った専用クラウンに関しては、必要個数がない場合は在庫として余るという検証結果になりました。皆さんはいかがだったでしょうか。どういう風に、まあ、お考えというか感想というか、ぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。